い、今日はね、朝、どこ行こうかって考えたら大塚温泉っていうね、混浴温泉がありまして、だけどね、そこはね、湯がね、もう冬はね、入れないぐらいぬるい、人肌でね。だからちょっと迷っちゃったんだけど、まあ、YouTube の皆さんのために、ちょっとね、大塚温泉行ってみようと思います。これから先ね、途中でね、左に折れるんですよね。ここの温泉はね、かなりね、効能がね、高いっていう噂であります。なぜかというとね、周りのね、いろんな、地元の人がね、よく入りに来るっていうところで、地元の人がね、もうずっと入りに来るところはね、だいたい効能がね、もう地元の人が認めているところだからね、これはね、かなり効能が効くところであります。もうすぐね、多分左に行くんでね、この国道から左へ行くところをちゃんと、見極めて左折しないと、なかなかね、ここはね、行くのが難しいね、コースとしては難しい。はい、もうすぐです。はい、カメラマンさん、入り口のところね、ちゃんと撮ってくださいね。まもなく、はい、ここだ、ここです。ほら、これ分かんないでしょ、これ、ね、あれ、早すぎた、違うね、いいかね、そうそうね、こんなところをね、まさかこの先にね、その温泉があるとはね、まず思えない場所にあります。それで入っていってね、途中から多分大塚温泉っていうね、看板がありますんで、そこをさらに左へ回ります。斜め左方向のとこ、あそこに書いてた、こんなもう消えてるような、あの字で書いてあるんだ、もう大塚温泉って、これな、ほら、こんなところ、こんなところ入っていくんだよ、ここね。それで、さらにね、こんな狭い道をね、ね、これ温泉に行く道に思いますか？ね、私も最初来た時には、ここに温泉があるとはね、よもや思いもしませんでした。はい。昔ね、ここの角のところでね、タヌキを見たことあります。はい、これをまた右に行く。もうこれね、地元の人じゃないとわからないぐらいね。え、ほら、ほら、こんなとこ行くんだよ、ねえ、村の中を走る、迷路のような、迷路のような村の中を走っていきます。ね、来たことあるから、こんなスイスイね、走っていけるんだけど、来たことのない人はね、まずわからないよね、ここね。はい、そしたらね、本当は向こうに見えるんだけどね、あそこあそこね、ちょっと向こうにやってくれる、ね、ここ車来るんだよな、ここ危ないんだよ、ここ。はい、そこにね、斉藤工業と書いてあるところを、これを左折します。ね、まるでどっかの家に入っていくかのような、錯覚に襲われるような、すると前面に大塚温泉が見えてきます。はい、ここの正面の、あの茶色っぽい建物が大塚温泉で、ここが駐車場ね。駐車場はね、下の方にもありますんで、ね、ほら、ここです。で、入り口はね、ここなんだね。で、受付って書いてある、受付。ちょっと、あそこやってるか。ね、受付。ここが受付です。ね、超変わってんだよ、ここ。ね、こんなね、田舎のね、こういう感じがね、大好きなんだ。
な。ね、素晴らしいよ。本当に素晴らしいそこね。ただしね、ここはね、夏がいい、夏が。ぬるいね。いいよね、この建物。ぬるいとこ、ちょっとあの写真撮るためにね、あの録画を撮るためだけにちょっとね、あのここに入ってみます。こっちが駐車場でね。駐車場で、ここちょっと出っ張らせるけど、見えるかな？あ、見えないね。ここがね、正面玄関だな。ね。泊まる人はね、泊まる人はね。泊まる人はここに来る。で、駐車場前にも、向こうにもある。はい、じゃあちょっとここで U ターンして一番最初のところに入ります。ここちょっと U ターンする。はい、ここに受付があるけど、受付はいなくて、勝手にお金を入れてくださいと。1人300円。はい、日帰り入浴料金は2時間以内で300円、1時間延長で100円、子供は100円でございます。ほら、こんなね、ところに入れるんだよ。ねえ、無人の受付です。田舎の温泉のんびりしてるよね、本当に。はい、大塚温泉の、ここがね、大塚温泉の混浴のシーン、混浴のね、湯船で、ここだけが混浴なんだよね。ね、ただしね、ここはね、もうめちゃくちゃぬるい。だからほとんどね、今は入れない。ここのとこだけがね、あったかいから今いるんだけど、もうこの辺になったら、あ、でもね、あれ、入れないことないね、冬でも。ね、最初ね、入った時はね、うーっと思ったけどね、今慣れちゃって入れます。今だけど冬は、ここからね、ここから一応あったかいのが来てるから、このライン、このラインで、このラインに加ってれば、結構あったかいのが来る。ね。混浴はね、ここしかない。ね。ここのね、大塚温泉では。あ、もうちょっと向こうにもあるんだね。旧館のね、旧館にもね、混浴温泉、室内ね、室内の、ポップがあります。ね、うん、これ入れるね、思い出して入れる、入る、そっか、うん、じゃあ OK、はい、これはね、大塚温泉の旧館の工場で、ここの方がね、あったかい。ここはね、冬でも入れます。全然大丈夫でね。こっちがね、本当はね、もっとあったかいはずだけど、ここね、多分ね、今日はね、ボイラーがついてません。だからほとんど同じ。それで、見たら分かるけどね、これ本当のほら、かけ流しでしょ、かけ流しね。今、バンバン流れてるんですね。ということは、ここから、溢れるものですね。電線がね、もうバンバンになっちゃってる。っていうことはね、ここはね、もうこのままね、このままね、最高にいい消防になります。だからね、工事客はね、ここでね、長年してね、ぬるいから、この用具のね、整備がいっぱい入ってくるんですよ。ね、最高ですよ、ここは。
ターの方の、まあ、特に岩風呂がね、